はい、えー、こちらね「ニコン Z6II」買ってきました <music> ということでですね、まあ、ちょっとまあいろいろとあなんやかんや言わせていただきましたけどまああのー。 多くの方からねいろいろ期待を込めてたくさんのコメントをいただいたりとかですねでニコンプラザに行っても、まあ、たくさんの人が声をかけていただいて、まあ、本当にあのまあ私が言うのも何なん,なんですがあの貴重なんだなというところで、まあ、ニコンのねカメラで動画をやっている人っていうのは、まあ、なかなかね少ないんですよね。まあ、そういっったとところで、まあ、ちょっとは 私も、もうなんかね、みんなの声が本当にね、うれしくてですね、まあ、やっぱりここは私が前に出て、えー、このね、ニコン Z6II をもう何もね、検証してないのに言ってもしょうがないかなっていうところで、まあ、言っちゃいましたけどね、言っちゃいましたけど、あの、もう実際どうなんだというところを、 まあ、ちょっとね1ヶ月ぐらいかけて見ていきたいと思ってますので今撮っている Z6 と Z6II、まあ、こちらをもう徹底的にね、まあ、動画性能がまあメインになるかと思うんですけど、まあ、比較してみてですね、まあ、実際にまあその撮影現場でまどれぐらいこう使えるものになっているかどうか、まあ、例えばねあのオートフォーカス性能であっても やっぱりこう 6II になったことで、まあ、より、ね、性能も上がっているかと思いますしその辺りでの、まあ、使い勝手の良さだとかあとはやっぱりこう動画で使うための使いやすい使いにくいいいとこ悪いところねあるかと思いますので、まあ、その辺りを、まあ、徹底的に、ねまあ、調べ上げたいなというところでもうあのー、はい買っちゃいました。で もう実際にね、これ使ってみて、もうね、皆さんに判断してもらいたいなっていうところで、このね、ニコン Z6 が買いなのか、買いじゃないのかっていうところもね、含めて、あのー、それぞれのね、判断で、まあ検討してみてください。はい。で、まあ今回は、あの、買ってきたよっていうね、まあ動画になるので、あのー、もうまずは開封ですね。開封と、まあ外観チェック。まあそのあたりかな。 あとは設定ぐらいまでいけたらいいとは思うんですけど、まあ、そこはね、ちょっと動画を分けた方がいいかなっていうところもありますし、ま,あ、まずは、えー、このね、Z62 と、まあ、このね、予備バッテリー。まあ、こちらもね、一緒に購入してきましたので、こちらをね、見ていきたいと思います。まずは、はい、このね、Z62 を、まあ、見ていきたいと思います。はい。ではね、中身をチェックしていきましょう。 はい。で、こちらのね、中身。はい。もうね、先にもうそんなに外観がね、大きく変わっているわけではないので、まあこちら見ていきましょうか。はい。まずは、よいしょ。Z6 2になります。ざんと。はい。 どうですかね。まあ、こんな形で。はい若干ね、あのデザインが、ここの辺のデザインが変わっている部分と、グリップもね、あのー、Z6 と比べると、まあ、良くなっているかと思いますので、まあ、そのあたりもね後からね横並びで見ていきたいと思います。はい。ですね。 はい。まずね、本体がこんな形です。まあ、先にこれ外しましょうか。剥がしますし。はい。まだね、バッテリー入れてないんで、先にそっちやらなあかんね。まあ、バッテリーは Z6 とね、まあ、同じだと思うので、まあ、そのまま使えるとは思うんですけど、はい。で、中身の方がストラップ。 まあ私は使わないですはいストラップとこう置いていった方がいいかなちょっとね下手くそですいませんねで後からで、ね、まずストラップがあるのとストラップえー、USB タイプ C のケーブル、まあ、USB ケーブルですねと え、これこれ。バッテリーチャージャー。まずね、これ充電しようか。おうで、え、この辺は横のケーブルガードになるんかな。はい、この辺もまあ、使わないかな。はい。と、バッテリーと、えー、 まあ、このね、コンセント。これ、もともと一緒だったっけこれって。これは向き、これでいいかな。うん。これでいいかな。で、バッテリーの色が、ちょっとね、違いますね。はい、バッテリーが、黒くなってる感じかな。まあ、こんな感じで、こちらが、 えー、Z6 の、まあ、バッテリーになりますね。はい。給電できない方のバッテリーになります。はい。で、えー、今度の新しい給電できるタイプのバッテリーが、まあ、こちらになります。まあ、なので、まずは、えー、ちょっとね、充電してきますね。まず、ここに差し込んで、で、あともうコンテンツで充電すると。 いいう流れになるかと思いまではいじゃあ行ってきますね少々関係ですねもうはいこれで閉まりますさてさて、まあ、予備バッテリーはもう全く同じなのでいいかなと思うんですけど、まあ、一応ね開封しておきましょうかはいでこちらが予備バッテリーで同じように あ黒いバッテリーですねになっていますはいということでですねえーまあ、おそらく充電入ってないと思うんでちょっとバッテリーしっかり見ていこうかほぼ外観はねうんはい でまあ、あのー、外観はほぼほぼ同じなのでじゃあこっちのねこっちの、まあ、Z6 のバッテリーをね入れてみましょうかそれで多分使えるとは思うんですけどはいちょっとこのまま入れてみます どうしようかな。外観ね、ちょっと一緒に見ていきましょうか。ね。ちょっとじゃあ、Z6 と、えー、並べたいと思います。その間にある程度充電できるかな。とりあえず電源入るかだけ見ましょうか。えー、Z6 のバッテリーで、えー、電源、まず入れてみます。はい。普通にね、はい、電源入りますね。 はい、なんかこう見え方が多少違う気がするけどまあ一旦はいこれでちょっとオフにしますうん普通に電源入りますねはいではまあ今からあのー、ちょっとねこの外観を見比べていこうかなというふうに思いますはいということで、えー、今からですねニコン Z6Z62、まあ、こちらをね見ていきたいと思いますはい まずは、えー、外観ですね。えー、見ていきますと、まあ、パッと見はね、もうほぼ変わらないと思います。はい。で、まずね、その、軍幹部の部分が、えー、違うよというところでですね。まあ、こちらがね、えー、Z6 の軍幹部になります。ここはね、丸み帯びてる感じではあるんですけど、はい。で、それに対して、 Z6 2っていうのは、まあ、ここはね、結構あの、シャープに、丸みが取れて、まあ、シャープになっています。はい。まあ、結構、うん、そうですね。こっちの方がデザインは好きかなどっちかというと。どうですかねどう思いますまあ、これはね、もうほんと、ちょっとした部分ではあるんですけど、はい、この違いがあります。はい。で、あと、グリップがね、 なんか良くなってるっていうふうに聞くんですけどまあパッと見はもう全然わかんないですまあなのでどうなんだろう Z6 がこんな感じ、まあ、こんな感じなんですけど変わるかな変わる <laughs> え違うかなあじゃ。 深くなってるような気はします、ねうん実際のところちょっとわかんないけどそう言われたらまあそんな気がするぐらいなまあ微妙な差だと思いますであとここのね厚みが、まあ、当然デュアルスロットになったことで、えー、厚くなっているかと思います、まあ、こっちがね今 z 6 2になりましたはい まあなので、えー、そうだな。まあ、こちらが Z6。まあ、シングルスロットですね。シングルスロットになっています。はい。で、えー、6-2になると、まあ、デュアルスロットということで、まあ、こちらにね、CF エクスプレスカード。言いにくいんだよね、これ、ね、<laughs> はい。か、まあ、XQD カードということになりますね。で、こっちが SD カード。 タイプ2までいけるはずですよね。まあなので、まあより早い SD カードも対応しているはずです。はい。というところですかね。まあここでの差はあります。はい。まあこんなね、横の違いがありますね。まあデュアルスロット以外の部分はまあほぼ一緒だとは思います。で、あと、えー、 ちょっと手垢が目立つかもしれないけどでこっちも触っちゃったからもう手垢がついちゃってるまあ私はねあの保護フィルムを貼るタイプではないですはいあんまり好きじゃないんで、はい、ということで、えー、こちらのね液晶まあ裏側の面に関しても まあ全く変わりはないですね。まあボタンの形だとかも、ほぼ一緒なんかな。うん。で、その液晶もね、まあ全く同じということで、まあ保護フィルム貼られる方っていうのは同じものを使うことができます。あとは液晶パネルの部分がこう倒れるのと、 まあこれもね一緒ですねはいまあ一緒だと思いますでこっちに開いたところで言うとここも真上に向くぐらいかなうんこれもね一緒ですねはい一緒だと思いますここもあとどうだっけあと下、まあ、これも一緒だね ここまでだよねうんここは変わらないですねはいで一応生産はまあタイですねメイドインタイランドというふうに書かれていますはいここもね一緒ですよねあそうか違うわ違う違うえー ニコン Z6 に関してはですね、メイドインジャパンですね。はい。ニコン Z6 はメイドインジャパンです。はい。に対して、Z62 はタイですね。うん、ここは生産拠点が違うということになりますね。 そうなんや、これタイなんだ。まあそこはね、まあいいか悪いか別として、生産拠点違いますね。で、あとは、えー、ファインダーの部分も、まあ同じですね。ちょっと、電気が反射して申し訳ないんですけど。はい。まあここも変わらないです。で、あと、えー、左側面。 左側面も、まあ、変わらないですね。はい。全く変わらないですね。あと、裏側。裏側についても、まあ、ほぼ、ほぼというか、一緒ですね。厚みがね、違うのはわかるかと思います。これで。 一応厚みが違うよというところがこれでね、お分かりいただけるかと思います。はい、ざっとこんなところかな。特にね、あの、外観の変化は、まあ、ないよというところですかね。はい。ではでは、えー、実際に、ちょっとあの、セットアップをね、していきたいと思いますので、まあ、ちょっとあの、この Ninja5 につないで、 えー、セットアップの状態をお見せできるかどうかっていうところをね、えー、やっていきたいと思います。はいっていう感じかな。